はい、寝ても覚めてもジラス岡由紀です。ですね、今日は東京中央美容外科の、中野院の院長先生の、井上真理子先生のところに、ちょっと取材しに来ましたということで、こんにちは。こんにちは。ですね、もう一回ちょっとだけ自己紹介していただいていいですか。あ、はい、東京中央美容外科中野院院長の井上真理子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。真理子先生はもうずっと美容外科をされてるんですか。はいはい、そうですね、ずっとやってます。はい、ここの前も違う美容外科で、はい、なるほど。なんか僕もインスタでね、拝見してて、はい、実際今日 3D で会うのは初めてだったんですけど、はい、絶対こっちの方がいいですよ。 ありがとうございます、はい、なんかね、みんながいろんな、ね、僕もまあエイジングケアのことやってるんですけど、はいはい、みんながイメージしてるその整形とかのイメージが一般的にはあって、うん、まあ、よく見るみんなが思ってる整形のイメージの人が多いと思うんですけど、はい、実際のところは今ってまあどんな感じなんですか。そうですね、整形というともう、怖いとか痛いとか大掛かりとか、少しこうなんだろう、冷たい目でこう見たりとかっていう、人が中には多分いらっしゃったりすると思うんですけれども、もう今の時代って何だろう、美容整形っていうよりは美容室とか、あとエステとか、例えば小顔だとコルギとか、そういう感覚で実際は来られている方の方が多くって、何でかというとやっぱり昔やっぱ切ったりとか塗ったりとかそうするしかなかったんですけども、本当今は細い注射でちょっとチクッとするだけとか、そういったすごく簡単な方法で綺麗になれるので、自分の顔を変える、大きく変えるとか、人生の何か変えてやるという方も中にいらっしゃるんですけど、それよりはこう自分の美をですね、わからないぐらいに変えようとか、ちょっと髪型変えようかなっていうような感じで通われてる方の方が多いかなと思います。例えばレーザーとか、あとちょっとお注射とか点滴とか、今そういう方が身近ですよね。はい、もうそっちの方がもう多いです ね、 ですよね。だから、はい、その僕ももともと先生とかに出会うまでは、はい、イメージはそういう感じだったんですけども、そうですよね、知るとそうじゃないよっていうね、全然、はい、今そっち身近ですからね。すごい身近だと思います、ね、はい、で僕もね、幹細胞のことをスキンケアで、はい、人幹細胞のものを扱ってるんですけど、はい、先生から見てその幹細胞ってどういう感じですか。はい、そうですね、例えば、眉間のシワとか、ほうれい線とか、そういうところに打つ方多いんですけれども、お注射として打つ方多いんですけれども、例えばそういうところでヒアルロン酸とかボトックスお注射、そういうこう異物を注入して、その異物の吸収を待つというと、ヒアルロン酸だと入れても数ヶ月後にはなくなっちゃったりとか、幹細胞っていうのは自分のコラーゲンの、細胞を刺激して、自分の力でこう、おしわをこう埋めていくというか、自分の力で綺麗に、なるのをこう手助けしてあげるような方法、根本的というかなくなったりこう吸収されたりするものではないので、すごくいいものだと思います。はい、あとお注射だけじゃなくってパックとか、そういうのも幹細胞すごく張りが出たりとかするので、そういうので通われてる方も多いです ね、 ね、はい、ありがとうございます、はい、詳しくはですね、もっといろいろ聞きたいことあると思うんですけど、見てる人も、はいはい、なんで、カウンセリングに来る人とかもいるんですよね。あ、もう毎日今日も、そうですよね、なので、詳しく自分のね、相談したいこととかは、そうですね、はい、来て何やろうかなとか決めてもいいってことですよね。あ、もう、はい、いくらでも時間取って相談、そうですね、行き近くなんで、ぜひ来てみてください。東京中央美容外科でした。はい、よろしくお願いします。はい、真理子先生でした。